空港でみんなで集合しまして、で、あのスイちゃんお腹が空いてしゃあないとで、みんなでご飯食べたんだよね、空港で。あ、飛行機に乗るまであと10分っていうところで、そう、私のネックピローがあれないの、あれなんか紙袋に入れて手で持ってたはずなんだけどそしてですね、ご飯屋さんでご飯を食べた時に足元に置いていたことを思い出しまして、わぁ私忘れてきちゃったーてめぇ何やってんだ、あと10分なのに、ね、このブワカブワカってめちゃめちゃ罵倒されましたけれども、はい、それで、はい、近くの人にすみません、あのご飯屋さんにお荷物忘れてきてしまいましたと言ったら、まずスタッフさんが取りに行ってくれることになったんだけど、まあ最悪置いていくかと思いながら待っていたんですけれども、そしたらなんと間に合いましたすうれはじ、すうれはじだ。あと5分とかだったかな、その時にはもう。そう、5分ぐらいだったもの、めちゃくちゃ早くやってくれたんだよね。乗らなきゃ乗らなきゃって大急ぎで、行くよ、行くぞ、早く、行くぞ、早く、早くって言ってた矢先。みこさん、みこさん忘れてますよ、あなたのって、あの、買ったネクピローとかをね。そうそう、みこもね。置いていきそうになったっていう、さっきやりましたよ、みこさん、それ嘘でしょ、嘘でしょ、そう嘘でしょって、おなじみのエリちゃんがね、あ、そう、エリちゃんがねブチギレながら、はい、もう忘れないでよって言って、無事に飛行機に忘れ物なく乗れましたというお話ですね。まあ、あのシンガポールのホテルといえばみたいなところに泊まったんですけど、うん、はい、そこのなんかなんていうのロビーのところに座れそうな場所があったの。そう、でも本当は薄く水がかかってて、それ知らなくて座ろうとしたら、うん、ピチャー私も一瞬ベンチに見えたの、それでしょ。あ、でも待って、違うわ、これは、水が流れ出てるわって気づいたんだけど、あの、そこに向かってるミコチを見て、あれ、もしかしてミコチも多分同じこと考えてる。あれ、多分この人も今から座るな？言えよ！座るなと言う前にやる前に言えよ！あ、その瞬間にって思ってた。部屋から出るときに、うん、携帯とカードキーをチェックしたんです。もう出てから。で、あるかな、ちゃんとあるかなっつって確認したら、まず携帯がない。で、部屋に入ろうとしたが、ルームキーもない。バカじゃん。ニコは絶対にルームキーというものをなくしちゃうから、うん、スイちゃんじゃあルームキー係ね、みたいな感じで、うん、もう当たり前のようにスイちゃんのこと頼ってたの、ニコは。あの、私が全て管理していたんですけれども、で、エレベーターのところにフロントに電話する電話があって、それで電話して、うん、まず「あむちゃむちゃんで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 むちゃむちゃんあんた、みこちだったらあんた、サリーサリーってなって終わってましたからね、そうそうそう、絶対みこ無理だと思って、あれはね、すごかった、うん、すごかったんですけど、頑張りました、もうでも、はい、電話した後、ね、はい、もしかしてと思って、パスポートを取り出して、パスポートをペラペラペラってしてみたら、パスポートの中に挟まってて、なんだったら、スマホは、あの、エリちゃんが持ってたという、そう感じで終わりっていうポンをしました。ね、さくらみこさん、あなたが私に全部任せてたのも悪いんですからねすいません、ね、バンジー、逆バンジーっていうやつにね挑戦したんです、はい、うん、行くかってなって乗るんですけど、本当に海外はね、なんかそのなんていうのかな、もう通されるみたいな、すぐに。いや、マジで本当にすぐだった。そう、秒でね、あ、うん、じゃあもう行きますよみたいな感じで、シートベルトとかいろんなのつけられて、うん、スタッフさんが、ハンズアップ、ハンズアップみたいな。やばい、怖いよ、やばいよ、無理だよみたいな。で、OK, let's go bye! バーン。いや、マジで前触れなかったの、本当に。マジ、このイラストさ、過度表現だと思うわけやん。で、
でもね、ガチでマジでこれをまとえてます、この日の人は。オッケー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 、せいせいせい、オッケー、レッツゴーバーンみたいな。イエーイってこんな感じですね。もう本当に。やばいよ、顔芸が。ミコ今まで乗ってきた絶叫のね、アトラクションの中で一番ビビったからね、ガチで。めっちゃビビってた、マジで。そんな声聞いたことないレベルで、今から死ぬのかな、ぐらいビビってた。それが私、面白すぎて。うん。はい。私、とんでもなく笑ってました。死ぬほど、なんかバカ笑ってて、はい、こいつ、ほんまにって思いながら。誰か助けて、早く止めてみたいな、はい、もう周りのギャラリーがね、もうめちゃくちゃ笑ってて、うん、すごい、なんかうちらが叫ぶからギャラリー湧いてたね。そう、湧いてた。、ね、こんな感じでした。ユニバーサルシンガポールに行ってきたんですね。ユニバーサルスタジオシンガポールに行ってまいりました。そう、スイちゃんなんか乗りたいのあるのって言ったら、ウォータースライダー乗りたい、水浴びしたいって、暑かったから。水浴びだったら、うん、ジュラシックパークのこの乗り物ですねっておすすめされて、行ったんだよね。うん、マジで面白かったから。こんな感じだったんだよね。本当に。そう、うん。マジで、もう日本じゃ考えらんねえぐらい濡れるわけよ。びっしょ濡れだぜ。すっげえ、びっしょ濡れだぜ。で、いやー、水浴びしたな、気持ちよかったな、終わるぜってなってた時に、最後になんか恐竜がプシャーって水を出してたんだけど、そう、この水鉄砲にダイレクトヒットするミコチ。マジでミコチにしか当たんなかったの、これ。マジでみんな爆笑してて。そうだよ、あなただけだからね、当たってたの。マネちゃんがミコさんやっぱ持ってますねって言ってめっちゃ笑ってた。カジノ、カジノに行ってきた。行ってきた。シンガポールのね、海外のブラックジャックがやりたいっつって行ったんだよね。うん、1万円だけね、チップにして、まあやってたわけですよね、脳汁とかしながら。めっちゃ買ってた、マジで。どのぐらい買ったの？1万円が、うん、1万円が最初スイちゃんが亡くなって、ミコチが大勝ちして、ミコチがみんなもう一回来いよっつって金をばらまいて、でそこから。そこからまた、めちゃくちゃ勝っていって、そうで、また負けたんだよね、確か。うん、ちょっと3万円ぐらいポンってチップに入った。お願いしますっつって。だってね、負けられなかったんだよ。本当に諦められなかったんだよね、うん、最後の勝負にかけてたら、もうスイちゃんがすごいたくさんのチップを積んで、うん、はい、一気に勝ちに行こうとしてんの、ずっと。そうで、ミコも結構かけて大きい額をやってやってたら、もう行くぜーってやって、これで最後だー、二人とも結構勝ちまくってたんですよ。そうで、負けるっていう。あれおかしいな、全部なくなった。本当に綺麗に全部一瞬でなくなったの。この間に一体何があったんだろう。止めとけばよかったのに、ここで。ね、ここで止めとけばよかったのに。お土産代は全部、この買った金で買ってやったぜ。綺麗に負けたの。で、いい思い出になったね、つっ